はい、新企画激スタということで、私と激スタカ日本代表担当の竹内記者と2人で、まあ今後まあ日本代表中心に旬な話題をですねテーマにしてちょっと深掘りしていけたらなと思っております。で、まあ、第1回ということで今日のテーマは、先週発表された日本代表のメンバーについてです。26人のメンバーをこう見ると、まあ、鎌田選手の復帰だったり、はい、まあ、その選手がメンバーから漏れたりっていう、まあ、入れ替わりはまあちょこちょこあったんだけど、まあ、最大のポイントというかね注目されたのは、まあ、結果的にそのパリ五輪世代から久保選手と鈴木唯人選手が A 代表に入ったということで、まあ、ちょっと五輪を絡めた A 代表選考っていうところでちょっと話していきたいなと思います。はい、まあ、で今回多分一番こうサプライズだったのは、まあ、久保建英に関してはずっとこう、うん、代表 A 代表に入ってたんで、久保建英はまあ選ばれるだろう、普通なら選ばれるだろうっていうところ違和感ないと思うんですけど、 ここに鈴木唯人が入ってきたっていうのが結構一つのサプライズで、じゃあなぜかっていう話になると、うん、こう鈴木唯人今までこう大岩ジャパン五輪代表の方の常連ではあったんですけど、この前の五輪予選にはクラブ都合で招集できず、で今回も、こっちに入るということで、うん、でそこの背景が一番の注目点かなっていう、はい、山本昌邦東京のダイレクターからも説明があった通り、はい、オリンピック本番に、うん、日本代表としてはこう招集の強制力がない、はい、クラブの派遣義務がないということで、その五輪に呼べるのか呼べないのかっていうことがアンダー23の年代の選手にとっては、まあ、大きなそれぞれの選手にとって課題問題になってきているっていうのがあるっていう前提だよね。そうですね。なので、まあ、結構こうやんわりした言い方ではあったんですけど、五輪はインターナショナルマッチデーの外で行われるので、各クラブにその招集に応じる義務がありませんと、まあ、会見では FIFA ルールっていう言い方を何回もしてたんですけど、でそこで、まあ、日本代表は海外オフィス、欧州オフィスも含めて各クラブと交渉したり選手のこう意向を確認したりっていうのを日々ずっとやってきてなんですけど、鈴木唯人に関してはかなりもう現時点でも分かるぐらい、まあ、はっきりともう五輪の出場は難しいということが分かりましたと、うん、ただ今まで常連だったので能力ある選手だから A 代表に今回早く五輪を待たずに組み込むことになりましたっていうのが今回の経緯です。でその場でもやっぱりあの久保建英も、五輪には呼べない、まあ、今までもちょっと難しいんじゃないかっていう声はずっとあったと思うんですけど、呼べないっていうことがもうはっきりしました。でこの、まあ、6月の、まあ、A 代表がワールドカップ予選をやってるタイミングで、うん、U23 の日本代表はアメリカ遠征に行く予定があって、はい、まあ、そのメンバーももう30日に発表されるんだけど、それの1週間前に A 代表が先に発表されて、まあ、久保と鈴木唯人は、まあ、五輪に呼べないから、本大会に呼べないから、まあ、6月のアメリカ遠征にも、まあ、そっちは招集しようともできるけど呼ばずに A 代表に呼んだっていう形。そうですね、まあ、五輪までの準備活動っていう形でこのインターナショナルマッチデーを使った五輪代表活動って結構これややこしい立場なんですけど、要はだから招集義務がクラブが招集に応じるきっかけになるような期間なんです、義務があるような期間なんですけど、そこはもう五輪の準備に集中してもらいたいので、やっぱもう五輪を呼べないことが分かってる選手をそこに入れてアメリカ戦本気で勝ちに行くぞってやってもしょうがないので、そこはもう割り切って五輪呼べる可能性が高い選手でアメリカ遠征に行こうっていうようなメンバー編成が行われるものと見られています。1個ちょっと前から話題になってたのが、はい、その6月のアメリカ遠征に、まあ、オーバーエイジもそこから入るんじゃないかみたいな報道もあったりして、まあ、実際東京オリンピックの時は、うん、もう6月の、インターナショナルウィークの活動の時にオーバーエイジの3人があの時は確かに参加してて、まあ、今回も同じような流れになるんじゃないかと言われてたけど、まあ、そこもどうも難しそうだみたいな話になってきて、そうですね、まあ、オーバーエイジってもうこの前回の東京五輪の時は吉田麻也、遠藤航、酒井宏樹っていうもう日本代表のド中心選手を入れてたんで、で今回もできれば連れていきたいのは今回 A 代表に入った選手、うん、
なんですけど、6月のメンバーにはもう入らないっていうことがこの今回のメンバー編成ではっきりしたので、まあなかなか購買時を連れていくのは難しいんじゃないかっていうところになったんじゃないか。ただ、まあ、絶対連れていきたいとは思うんですよ本番はね、はい、うん、なのでそこの交渉までなんとかこの今の A 代表メンバーをとのクラブの交渉をまとめて、ここから1ヶ月間で進めていきたいっていうのが現実なのかという気がします。だから今回は A 代表に参加しているけれども、クラブとの交渉がまとまれば、はい、オーバーエイジして五輪本大会には行く選手が出てくるかもしれない。そうです、その可能性はまだ残ってる、残ってると思いますね。そこはこの前山本さんが、まあ、結構もうはっきり交わした部分だったと思うんですけど、うん、今回は、まあ、サムライブルーの話なのでオーバーエイジ のアンダー23の話は一旦とりあえず今回なしで30日まで待ってください、ね、待ってくださいっていう話をしてたんで、ここからは1個その注目になりそうなのが、その30日の U23 のアメリカ遠征のメンバーがどうなるか。そうですね、もちろんあの時点では、うん、オーバーエイジは難しそうだしってことになったけど、はい、うん、もしこの1週間で事態が動いてればひょっとしたら、あ、確かにオーバーエイジの選手を入れて、はい、あ、この選手はもうオリンピック行けるよって確約得られたら、なるほど、そっちに呼んで A 代表の方は辞退っていうことでできなくはない。確かにやり方として、そうですね、まあ、今回26人呼んでますし、まあ、実際枠としてはベンチ入りは23なんで多めに呼んでるという形になるんで、まあ、3人うまく理想通りスライドできれば綺麗にベンチ入り枠になるっていう形でもあるんで、そこの余地はあるかなっていう気がします。あともう一個可能性としては、 J リーグの例えば国内組のオーバーエイジに舵を切ると、海外組はもう諦めるってなった時に、はい、J 組、じゃあ J リーグからオーバーエイジを呼びますって時に、クラブと話し合いをして、もう、まあ、A マッチウィークだし OK なんだったらもう6月アメリカ遠征にその選手を連れていくってことだって可能性としてはある。確かに可能性としてはあるし、今までまああんまりそういう声は出なかったけど、もしその欧州組の交渉が非常に難しいということであれば、まあ、リオ五輪は例えば国内組オーバーエイジで行ったわけですし、まあ、そういう戦力が必要、このポジション手薄だからちょっと国内組の年長の選手を入れたいなみたいなことも考えられるのかなと。本当に協会としてはそのタイムリミットって期限という言い方が 会見でも出したけど、はい、どこまで粘って海外クラブと交渉してどこで、まあ、ある意味諦めるというか、うん、方向を変えるのかっていう決断のタイミングが本当に難しくなってくる、うん、そうです、まあ、オーバーエイジをそもそもじゃあ呼ばないっていう選択肢だってあるかもしれないし、うん、確かに、じゃあ国内組でっていう選択肢もあるだろうし、はい、それをいつ決めるのかっていうのが、まあ難しくなるんだろうな。確かに確かに、まあ、そういう意味でまずこう30日のメンバー発表一つ注目ポイント、うん、そのもう一つこの前の、五輪の、まあ、U23 アジアカップで、うん、そのメンバーが一応アジアを優勝してるわけなんで、まあ、かなりこう一体感があるチームというふうにも言われてましたし、まあ、そこがこうこのままパリ五輪に行っても戦えるんじゃないかっていう話がある一方で、うん、ただこの前呼べなかったアンダー23世代のヨーロッパ組っていうのかなり多数いるわけですよね、はい、斉藤光輝とか水戸俊介、うん、はい、まあ、そういった彼らがいて、でそういった彼らは、まあ、能力があると言われている一方で今回の A 代表の方には入ってない、うん、でだから鈴木優衣みたいな五輪に呼べないという扱いにはなっていないっていう立場なので、今回そこで6月組み込むことができる期待がかなり大きくなっていると、うん、はい、なんかそういう意味でもそのヨーロッパ組の本当はこの前の予選に呼びたかったけど呼べなかったヨーロッパ組をどれぐらいこう30日のメンバーに組み込んで五輪に連れていけるかっていうところも一つ注目かなと。仮にそこで斉藤光輝なり水戸俊介なりが入った時に、はい、きっと会見ではじゃあ五輪本大会も連れていけるんですかって多分話になって、うん、あ、クラブから OK もらってますってなればもう決定、一番理想ですね。いや、まだここから交渉しますって話になるかもしれないそうですね、うん、でも、まあ、まあ難しいっていう状況に鈴木優衣のようになってないっていうことはかなり前向きに話が進んでるであろうということが想像できます。でもう一つ、今回 A 代表のメンバーに鈴木ザイオンが入ってないんですよね、うん、で鈴木ザイオンもこの前のアジアカップには招集されていなくて、まあ、国保レオブライアンが非常に活躍したので、その
まあ、守護神として一つこう結果は出した一方、ただやっぱり A 代表でアジアカップを経験している鈴木彩艶がそっちに入るであろうということはもうほぼ確定していると。だからそこでのこうキーパー争いみたいなところも面白いんだ。この間の会見でね、鈴木彩艶の質問出なかった、まあ、その五輪のことはちょっと質問はしないでくれって話もあったから、まあ、なかなか質問出なかったんだけど、まあ、おそらく U23 のアメリカ遠征に呼ぶだろう。そうですね。で、呼ぶってことは、はい、オリンピック本大会もクラブ側が OK を出してるんじゃないかって推測はできる。できるということですね。なんかそこ、まあ、シントトロイデン非常にこう藤田ジョエルチマと山本リヒトがいるんで、うん、3人いなくなると結構難しい部分はあるんですけど、一方4月のシーズンが今日とは違ってプレシーズンではあるので、五輪に行って価値を上げてもらおう、いい経験をしてもらおうっていう選択も一つはあるという気がします。オリンピックは鈴木彩艶と久保レオブライアンの正キーパー争いになる可能性が出てきた。はい、そこもいや、そこはめちゃめちゃ面白いですよね。本当こう A 代表のアジアカップに出てちょっとこう難しい状況に陥った鈴木彩艶と、そのアンダー世代のこうアジアカップでめちゃめちゃ結果を出した久保レオブライアンっていうところでいい争いになるんじゃないかな、うん。この同世代の、ね、キーパーの争いは今後十何年続いていく可能性もあるから、これはでも本当幸せなことですよね、うん、A 代表の方今回谷光成が久々に呼ばれましたけど、大迫とのレギュラー争いに多分なると思いますし、うん、本当にこの世代いっぱい、ね、いろんなキーパーが揃ってる、ね、はい、世代になってきたと、ね、ありがたいですね、はいはい、今 SNS とかで、はい、この時期にこの高校消化試合の2試合にフルメンバーを呼んでどうするんだ、はいはい、上がってたと思うんですけど、うん、それについては、いや、これ本当、まあ、実際に記者会見の方で森保監督からも今回、まあ、特にそのヨーロッパ組非常に疲弊してて、 ELCL との連戦終わった後に普通にでアジアカップもあって今回シーズンオフっていう形で、まあ、できるだけオフ伸ばしたいっていう観点からもこの招集をしないで休ませてあげた方がいいんじゃないかっていう想定ももちろんあったと。ただ、まあ、今回はそうしなかったと。で、これ要因2つあると思っていて、1つが、まあ、純粋に A 代表の強化に関わるものと。で、まあ、A 代表の強化って非常に国際マッチウィークって年間に3月、6月、9月、10月、11月っていう形で、あんまりこう、数がない。まあ、その機会をできる限り有効活用したい。で、それも、まあ、一緒に活動することによって、ちょっとこう、共通の感覚、物語みたいなものをみんなで共有していって、あの時にこう修正したから次はこうしようっていう、そのこう感覚的な部分も合わせていきたいっていうような、まあ、ちょっとこうオカルト的に見られがちなんですけど、やっぱ選手の話を聞く限り結構その共通感覚みたいなものって非常に重要で、だから そういうものを重要視していったんじゃないかっていう話がまず一つ。もう一つが、前回の東京五輪の時は結構新しいメンツ入れたじゃないかっていうような話もあるんですけど、それはさっきまで話してたようにオーバーエイジの吉田麻也、遠藤航、酒井宏樹が五輪組に合流していて、なおかつ当時もガチガチのレギュラーだった冨安健洋、堂安律でもかなり食い込んでた久保建英が五輪代表の方に合流してたっていうことで、かなり前回東京五輪特有のもう自国開催だからフルコミットで行かせてもらうみたいなところのクラブの理解もあったのもあって、 A 代表の主力がいないような状況になってた。じゃあここに誰を入れるかってなると新戦力を非常に多く試せると。ただここで認識しておかなきゃいけないのが、それをやった結果二次予選はまあ結局その新戦力がこう出場機会を得たような形で、森田が出場機会を得たり、鎌田の出場時間が伸びたり、まあ当時古橋とか小内湯とかも、うん、あの結構試合に出られるようになった一方で、9月の最終予選、10月の最終予選めちゃくちゃ苦労してるんですよね、うん、あれの記憶は結構多分あって、で今回あの枠が広がったことによって最終予選楽なんじゃないかって言われてますけど、ポット4、5とかにインドネシアとかタイとか結構くせ者の国が来て、前回もポット4のオマーンに負けてたりするんで、じゃあ楽なのっていう部分もある。そういうところも含めてやっぱここちゃんとしたメンバーで行けるんだったらちゃんとしたメンバーで行きたいみたいなものもあった。こう2つの事情が合わさり合った結果ベストメンバー選考になったのかなっていう気
気はします。あの五輪代表にその選手たちを回すかどうかっていう選択を迫られるのはが本当は理想だったんですよ。久保が五輪に行くから A 代表に呼べません、報道で名前が出てる冨安、板倉がオーバーエイジで五輪に行くから A 代表に選ばれない、じゃあ代わりの戦力を使いたいな、実はそれが理想だったかもしれないけど、なかなか交渉とかその選手の負担増もあるしで、なかなかその五輪に呼ぶっていうのが実現しなかったわけで、じゃあ A 代表はもう休ませるか呼ぶかの2択になってしまった。だから休ませる選択肢もあったけど、でもやっぱコアメンバー入れときたいよねっていう形で今回のようなメンバー編成になった気がします。3月もね、1試合できてないからね。そうなんですよね。実は強化試合が、はい、強化試合というか、ね、実戦の場がちょっと少ないっていうのが正直あるから、まあまあここでしっかりチーム作りを進め、最終戦に向けてチーム作りを進めたいっていうのは絶対あるだろうな、はい、あると思いますね。本当アジアカップの難しい記憶が残ってる中で、アジアカップのメンバーでなかなかこううまくいかなかったまま3月の北朝鮮戦でなんとかこうガッとチームをまとめようみたいな狙いがあったところ、本当当日になくなったんで、2試合を通じたマネジメントすらもできなかったっていう難しさがあって、多分2試合目ある前提でこの前も1試合目のメンバー組んでるんで、そこではやっぱなかなか3月は本当にあの乗り越えただけみたいな活動になってしまったのがあるので、まあ、ここでなんとかこう練習も含めていろいろやっていきたいことあるんじゃないかと、はい、というわけで、まあ、A 代表の方は6月にアウェーのミャンマー戦、ホームでシリア戦ということで、まあ、劇作からは、ね、竹内記者がミャンマーに取材に行くということで、はい、まあ、この2試合の注目ポイントというと、そうですね、まあ、こう非常にメンバー編成の今回テストは間違いなくするだろうなというところで、フルメンバーと今まで組んだことがないメンバーの組み合わせを試したりとかっていうのを毎回いつもやってる部分で、今回ただオフがちょっと押し組み入って割とフレッシュの状態でこう集まれるんで、そこの元気な状態で集まれる練習から試合にかけての組み合わせの試し方みたいなところが一つ注目かなと。だから先発メンバーが出てきた時に、まあ割と今回こういう狙いでいきたいのかなとか、あ誰々試したいのかなとかいうのが結構見えてくる部分で一つ注目かなと思います。であともう一つ、ミャンマーってやっぱり結構環境が過酷な部分があって、まあ、前回あのちょっと激坂の方であの川島選手が泥だらけになって練習してるシーンとかかなり見られた部分あったんですけど、そういう過酷な環境下で、まあ、選手にとっては負担大きいんですけど、さっきも言ったように最終予選も東南アジアのチームと対戦する可能性はかなり高いものがあって、まあ、時期によっては本当に良くない環境下で戦うこともあると思うんで、そういう意味でも、まあ、どういう状況に応じてサッカーを変えることを試されるかもしれないし、まあ、そういうところをそのミャンマーっていうちょっと、まあ、FIFA ランク的に落ちる相手にきちんと振る舞えるかみたいなところは一個注目かなと。なるほど、はい、はい、というわけで、第1回の激スタは以上となります。また次回、ご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。